それではご覧いただきましょう。盛大なご声援をお願いいたします。それでは本日第12レーススポーツ報知杯 G2 チャレンジカップ優勝戦に出場する選手8名の入場です。激闘の4日間を勝ち抜きました選手8名の登場です。まずは1号車、地元のグレードレースは直近9回中7回優勝、実績抜群です。エンジンは良くなりました。トップスタートから逃げ切りで狙います。ディフェンディングチャンピオン船橋25期永井大輔選手。2号車、今シリーズは間違いなく誰よりも一番整備をしました。その気迫で西日本決定戦を制しました。まだ手にしていない準地元のタイトル戦取りに行きます。浜松29期金子大輔選手。3号車、東日本決定戦は本来のスタートを見せてくれました。優勝戦に向けて大整備をしています。通算200勝、優勝回数20V、ともに王手決めてください。船橋31期青山修平選手。4号車、4日間オール連帯はこの人ただ一人です。西日本ドリームでは59万円台の高配当を演出しました。エンジンは懲罰、今日もやります。山陽25期西村龍太郎選手。5号車、先月の G1 黒潮杯優勝、前節浜松 G1 ゴールデンレース4連覇達成持っています。ナンバーワン勝負服の華麗なさばきで地元タイトル連覇へ、船橋28期中村雅人選手。6号車、浜松オールスター優勝の勢いをそのままに、安定感はピカイチです。人気だけでなくお天気までも味方につけて上昇を見た、今日も見せるか。飯塚23期浦田慎介選手。7号車、リベンジ戦は目の覚めるようなスタート速攻が決まりました。次節の地元プレミアムカップにつなげるためにも好きな船橋で結果を残します。山陽24期浜野純選手。8号車、リベンジ戦は1枠から気合のスタートを決めました。怪我の功名、昨日の朝練習の落車から立て直してエンジンさらに乗りやすくなりました。感謝の気持ちで、船橋30期新井啓太選手。以上の8名により本日第12レース優勝戦が行われます。それでは選手の皆さんに優勝戦に向けての意気込みを伺ってまいります。選手からの熱いメッセージにご期待ください。まずは1号車永井大輔選手です。皆さんこんにちは、たくさんのご来場ありがとうございます。今日はいいメンバーが揃えました、いいレースになると思います。優勝できるように精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。続いて2号車金子大輔選手です。皆さんこんにちは、全力で、8周回走ります。応援よろしくお願いします。続いて3号車青山修平選手です。皆さんこんにちは、昨日レース終わってから、同期に手伝ってもらって整備しました。今日は同期のためにも一生懸命頑張ります。応援してください。続いて4号車西村龍太郎選手です。皆さんこんにちは、もう一生懸命走ります。
応援よろしくお願いします。続いて5号車中村雅人選手です。皆さんこんにちは、ここのところ、流れと運は、格別にいいので、この勢いのまま行きたいと思います。応援よろしくお願いします。続いて6号車浦田信介選手です。皆さんこんにちは。3日目ですね、レース終わって雨降り出しました。次があります。勝ってください。続いて7号車浜野純選手です。いいレース見せます。応援お願いします。最後に8号車荒井啓太選手です。皆さんこんにちは。実力では一番負けてますが、気持ちだけでは負けてません。気合い入れていきます。皆様、選手の熱いメッセージは届きましたでしょうか。それでは最後に選手から皆様にブーケと選手サイン入り船橋オートオリジナル T シャツを投げ入れます。さあこれから投げ込みということですね。ブーケの投げ込みになります。まあ、慣れてる選手はもういつも投げてますが、荒井啓太選手ちょっと どうすればいいのかなみたいな、そうです、ね、感じがちょっといいですね。そのあたりがね、厳しいというところもありますけれども、はい、わーすごいですね。すごいたくさんですね。今日本当にたくさんの方いらっしゃってますね。そうですね、今日はもうちょっと前のレースぐらいから道中の歓声もひときわ大きく感じられます。まあ、天気も良くなりましたので、はい、そうですね、ちょうどいいコンディションかもしれないですね。それも大きいでしょうね。まあ、役者も揃ったというところです。本当にいいメンバー揃いましたね。揃いましたね。いよいよ東西がここに激突ということになります。はい、果たして誰が制するのか。まあ、前回覇者という言い方を、ね、しますと永井選手なんですが、です、ね、まあ、勝ち上がり企画開催ですから全然違うので ね、まあ、一応この G2 チャレンジカップは連覇に勝てばなるんですけれども、はい、またちょっと違った ね、 大会という感じもあります。はい、今回は本当に西村選手安定感抜群でビッグな配当も提供しましたからね。はい、動きいいですね。はい、こちら黄色のナンバーワン勝負服、ね、かっこいいですね。そうですね、どの色もかっこいいと思います。かっこいいですね。そして浦田選手、浦田選手どこに行っても大声援です、はい、そして浜野選手の勝負強さ、この6、7番車も本当に侮れないですね。そう思います。そして一発頑張ってほしいです ね、 ね、はい、大外ですけれどもね、はい、スタートから見せてほしいですね。気持ちだけは負けないという話は出ておりました。ぜひご期待いただきたいと思います。12レース優勝戦4100メートル8周戦に出場の選手をご紹介いたします。1番永井大輔、2番金子大輔、3番青山周平、4番西村龍太郎、5番中村雅人、6番浦田信介、7番浜野純、8番荒井啓太、以上8名出場選手でございます。なお中村雅人選手はナンバーワンユニフォームを着用して出場いたしております。皆様の温かいご声援をよろしくお願いいたします。
いよいよ東と西が最後に激突ということで、はい、優勝を競います。東に軍配上がるのか、それとも西日本勢が意地を見せるのか、楽しみな優勝戦です。はい、さあ各選手の動き、皆さんの目には、ねどのように映ったでしょうか。この後一走タイムは出ると思いますけれどもね、楽しみです。そうですね、見た目から目立っていた選手もいましたけれども ね、 いましたね。赤い勝負服ですか。赤い勝負服ですね。ちょっと滑ってましたよね大山選手。はい、1番永井大輔船橋、2番金子大輔浜松、3番青山周平船橋、4番西村龍太郎山陽、5番中村雅人船橋、6番浦田信介飯塚、7番浜野純山陽、8番新井啓太船橋、以上のメンバーで優勝戦が行われます。枠番選択8周戦です。それでは始走タイムです。1番永井大輔 3.34、 2番金子大輔 3.33、 3番青山周平 3.28、 4番西村龍太郎 3.35、5番中村雅人 3.32、 6番浦田信介 3.30、 7番浜野純 3.29、 8番新井啓太 3.31。 以上優勝戦の試走タイムでした。今節エンジン状態いまいちともありました。ここまで戦い終えて実際どうなんでしょうか。まあ、今日が一番良かったですね。はい、優勝戦に向けてはさらに何か手は加えますか。そうですね、先をちょっと出せればいいかなと思うんですけど、あとはまあタイヤですね。はい、スタートは決定戦と同じ1枠となりました。そのあたりいかがでしょう。そうですね、まあ、結構切れてるんでね、まあ、今日と同じでいいかなと思って、はい、では最後に一言お願いします。そうですね、いいメンバー揃ったんですけど、優勝できるように精一杯頑張ります。西日本決定戦、浜松の意地見せましたね。まあ、ちょっと最初展開が、まあ、向いただけですね。はい、今節はエンジンをばらしたりなどいろいろされていますが、手応えはどうですか。手応えはないですね。はい、では優勝戦に向けては何をしていきますか。今のやってない整備をやってみて、まあ、良くなればそれで行きたいなっていう感じです。大きな整備も考えてますか。いや、もう大きな整備はもういっぱいやったんで、まあ、あとはセッティング、はい、やろうと思ってます。キレ自体はどうでしょう。今回はちょっといまいちですね。はい、ではカメラに向かって意気込みをお願いします。はい、全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。今節パーツ交換などもされています。エンジン状態ここまで戦い終えていかがですか。まあ、厳しいです、はい、自分なりには、はい、では優勝戦向けて何か上積みは図りますか。まあ、今ちょうど下回りをちょっとバラして点検します。はい、そしてスタートは3枠となりました。そのあたりいかがでしょう。まあ、スタート一生懸命切るのは変わりないんで、はい、切れ自体は今節どうなんでしょうか。まあ、ちょっと前から打倒里真也でいつも頑張ってるんで、まあ、少しずつは良くなってきてるかなと思います。ではカメラに向かって一言お願いします。はい、最近、まあ、後半のペースがなかなか上げられないんですけど、まあ、なんとか、後半もペースを維持して、まあ、独走するしかないと思ってるんで、まあ、スタートから頑張ります。はい、本節は後輩とも提供しましたね。はい、びっくりしました。自分が一番びっくりしました。ただ着取りも安定しています。エンジン状態はいいと見ていいんでしょうか。はい、エンジンはもうずっと安定しているのでもう何もしてないです。他何か優勝戦に向けてエンジン外でしていくことなどはありますか。そうですね、タイヤをしっかりしたいのと、フレーム関係を今もやってるんですけど、フォーク周りをしっかり組んでいきたいと思います。そしてスタートは4枠となりました。そのあたりいかがでしょう。もう頑張って切るしかないです。みんな早いんで、とりあえず自分の持てる力で目いっぱい切ります。ご自身の今節の切れ具合はどうなんでしょうか。今節初日ぐらいダメだったんですけど、あの同期の安藤がすごくアドバイスしてくれて、すごく切れるようになりました。では最後にカメラに向かって一言お願いします。
はい、一生懸命走りますので応援よろしくお願いします。決定戦は3着でした。振り返ってみていかがですか？そうですね、いっぱいいっぱいでしたね、はい、エンジン状態としてはどうなんでしょうか？そうですね、今日も永井さんよりは強めなんですけど、うまく入れないですね、はい、そのあたり何か優勝戦は整備していきますか？まあ、もう少しでも良くならないと入れないんで、まあ、もう少しだけ良くなるように、整備したいですね、はい、スタートは5枠です。そのあたりいかがですか？スタートそうですね、今節は安定して切れてる方なんで、まあ最低でも5番手にはつけたいですね。では最後にカメラに向かって意気込みをお願いします。はい、そうですね、まあ勝負圏に入ったら、まあ、勝負していきたいんで、明日の応援よろしくお願いします。決定戦なんとか3着届きましたね。そうですね、はい、厳しかったです。エンジン状態としてはここまで戦ってどうなんでしょうか？まあ、悪くはないんですけど、まあ、展開的にちょっと、はい、行きづらいですね。優勝戦に向けては、では整備はどうしていきますか？は、まあ、自分なりにちょこちょこ合わせていきます。スタート6枠となりました。このあたりはいかがですか？そうですね、あの10メートルじゃないだけいいですね、はい、今節の切れ具合自体はどうなんでしょうか？悪くないです。ではカメラに向かって意気込みをお願いします。そうですね、まあ、6枠なんですけども、なんとか連に絡めれる、頑張ります。お待ちください。西日本リベンジ戦速攻決まりましたね。はい、嬉しいです。振り返ってみていかがですか？今日はかなり苦労しました。それはどのあたり苦労しましたかね？いえ、もう初日からやってる整備が全然音かけたらダメだったんで、もう直前までずっとやってました。戦い終えてのエンジン状態はどうでしたか？大したことなかったですね、はい、では優勝戦に向けては何をしていきますか？そうですね、シリンダー変えてリング変えて、はい、行きたいと思います。での一時の辛い時期よりはいいということでよろしいですか？そうですね、やっと優勝戦乗れたんでほっとしてます。そしてスタートですが、外目7枠となりました。そのあたりいかがでしょう？そうですね、もう調子が悪かったんで、もうどこでも8枠でもいいんで、はい、乗れたら嬉しいです。ではカメラに向かって意気込みをお願いします。はい、明日もスタート決めて頑張ります。応援よろしくお願いします。東日本リベンジ戦、あのスタート素晴らしかったですね。そうですね、たまたまうまくいきました、はい。朝練後落車もあったそうですが、車自体はどうだったんでしょうか？そうですね、落車してと船橋の先輩、田上の先輩、後輩、同期、まあ、いろんな人がすごく丁寧に仕事してくれたんで、余計エンジンは良くなりました、はい。フレーム関係なども大丈夫ですか？もう大丈夫です、バッチリです、はい。優勝戦向けてさらにあと何かしていくことはありますか？もうだいぶ状態はいいんで、そんなにいじらないですね、はい。そしてスタート大外の8枠となりました。そのあたりいかがですか？もう思い切っていくだけです、はい。キレ自体はどうなんでしょう？悪くないんですけども、隣浜野さんでもうみんなすごい人たちなんで、ま、枠なりでいければ、あ、まあ、枠なりしかないのか、はい、そうですね、はいでは最後に一言お願いします。はい、明日は8枠で、うん、みんなすごい人たちなんで、負けないように、まあ、大穴出せるように頑張ります。ということで、昨日の夕方収録しました8選手のインタビューをお聞きいただきました。はい、ありました。さて、この時間はですね、今日行われたイベントの様子ご覧いただきたいと思います。
トックリンです、はい、いい腰してますね。そうですね、いい腰の動きしてますね、ちょっと水拳みたいな感じになってますね。はい、みんな一緒に踊っていたというね、サンバステージもご覧いただきました。いや、何かこう南国に来たみたいな感じですね。いいですね。はい、さあ、そして今日の優勝戦のチェッカーレディの方ですね。こちらは伊藤陽子さん、千葉県千葉市の方です。緊張されてると思いますが頑張ってください。はい、カメラそちらで合ってます。頑張ってください。注目しますね。そこです。はい今日のチェッカーレディは千葉県の伊藤陽子さんです。頑張ってください。さあ、では選手の応援メッセージさらにたくさん届きました。紹介していきます。浦田選手、飯塚最強最速最後の砦でぶっちぎりの一着で優勝を目指して頑張ってくださいと、東京都の清水浩太さん。青山選手、今日も頑張ってください、心の底から応援していますと、のんちゃんさん。続いて浦田選手へ、こんな時にやるのはあなただけ、天気もよし、あとは一着ゴール優勝だけ、頑張れ浦田俊介と、飯塚の黒獅子さんから。浦田選手はテレビの前から家族みんなで応援していますと、ゆいなさん。中村選手には船橋のお土産としてマサトスマイルお願いしますと、ブンブン小僧さん。永井選手へ、指導いまいちだったけどいつも儲けさせてもらっている永井選手、本庄で応援しています、頑張れ永井と、マサルさんからいただきました。皆様、今節も本当にたくさんの応援メッセージどうもありがとうございました。では、いよいよ優勝戦を迎えます。発注戦発走でございます。ナンバーワンの重みを力に変えて、グレード3連覇へ、中村正人。西の総理大将、最強船橋軍団に待ったをかけるか、浦田慎介。西のリベンジャーは全てをひっくり返す自力を秘めています、浜野潤。相次ぐスーパージュニアの台頭に、このままではと立ち上がります、新井啓太。以上のメンバーで G2 チャレンジカップ優勝戦が争われます。場内からは拍手も起こっております。1番人気、3番青山周平、ブルーランプが消えました。西か東か、 G2 チャレンジカップ優勝戦スタートを切りました。さあ、3番青山好スタート、6番の浦田も好ダッシュ、アウトコースから乗っていくか、7番の浜野潤が後位に上がっていく、大外からは8番の新井啓太も行きました。3番青山周平に対しまして、この辺りは外枠勢が前に上がってくるんでしょうか。浦田が2番手に上がりました。浦田が後位の2番手から早くも周平を捉えるのか、それとも浦田が現在2番手、その背後から浜野が捕まえてくるのか。新井啓太が今4番手へと上がった。内枠勢は苦しい展開、1番長井現在は5番手、金子が内側狙っていく、そして離れまして5番中村、最高峰4番の西村龍太郎です。前の3人がやや後続を伝えましています。青山周平が先頭、気をじっくりと伺っているか。浦田慎介2番手、そして浜野潤が3番手から前伺ってくる。さあ、2番手3番手の間隔わずかに一写真です。どこかで浜野が動きそうか。6番浦田のインコースへと、ここで来ました。浜野潤が2番手上がる。思想タイム上位の2人が先頭2番手へと踊り出てまいりました。浦田はたまらず3番手に交代も、もう1回内を覗いていく。しかし抑え込んだ7番の浜野潤が、さあ今度は先頭の青山周平を追っていく順番であります。そして新井啓太が4番手、残りは4周回となりました。
後続勢はなすでなしという状況。永井が5番手、その後に中村、さらには金子、最後方が西村龍太郎。さあ先頭2番手の車間が縮まる縮まる。浜野潤が襲いかかってきた。残り30回、まだまだ優位は十分になります。浜野潤が襲いかかってくる。怪物くん復活祭りとなるのか。さあ浜野の前輪がかかりそうだが、青山周平がなんとかこらえている。さあ課題の残り2周回持たせることができるかどうか。青山先頭、そこにつける浜野、完全に試走タイム上位の2人の一騎打ちとなってまいりました。さあ今回のグレードレースの終盤戦にドラマが待っているのか。3番手が浦田、さあ前の2人ゴムゴムの体勢、背後からもう1回浦田がそう詰める。ブルーフラッグ残り1周、さあ地元の意地見せるか、東日本の意地見せるか。青山周平先頭だが西日本勢が襲いかかってくる。もう一度アウトコースから浜野が強襲する。さあ最後の直線勝負になるか。先頭青山、切り返せるか浜野、しかし届かない。青山周平だ。振り切りました、青山周平。これが通算200勝目、そして栗の20部位目。地元グレードレースは昨年オートサイ以来の制覇ということになりますが、今回は両走路8周回押し切りました。2番手が浜野、3番手が浦田、3番7番6番の入線順となっています。結局試走タイム通りの決着ということにもなりました。青山周平が見事に優勝を飾っております。すでに確定しました。以上実況でお送りいたしました。スポーツ報知杯 G2 チャレンジカップ優勝を飾りましたのは赤い勝負服、青山周平選手となりました。これで通算200勝を決めています。課題の残り2周ということも言っていましたが、そこを押しのけての優勝となりました。第12レースの着順を確定いたします。1着3番青山周平、2着7番浜野潤、3着6番浦田信介。以上でございます。優勝戦の確定です。1着3番青山周平、2着7番浜野潤、3着6番浦田信介で確定しました。優勝しました青山選手の上がりタイムは入り次第お伝えいたします。それでは払い戻し金です。2連勝単式3番7番1250円、2連勝複式37860円、3連勝単式3番7番6番2130円、3連勝複式367620円でした。はい、ということで、青山周平選手しのぎましたですね。そうですね、しましたね。本当にしのいだという感じ、はい、課題の終盤戦、ね、やはり浜野選手が差を詰めてきまして、はい、浦田選手も秋田選手に、ね、ついてきてましたからね、はい、最後までちょっとヒヤヒヤの感じはありましたけども、ね、うん、どんな思いで走ってたんでしょうかね、最後はね来てましたからね、かなり。そう、音も聞こえてたと思いますよ、はい、やりました。この昨年のオートサイは疾走路の優勝戦でした、はい、全然味は違うでしょうね。おー、あ、これがその喜びの表現です。なんか久しぶりに、そうですね、青山選手のウィニングランですね。そうですね、はい、G2 チャレンジカップ優勝を飾ったのは地元の青山周平選手。はい、あ、やっと笑顔が、見えてきましたね。そうですね、やっと見えてきました。ファンの皆さんの表情を見て、うん、はい、ね、青山選手もにっこり笑顔です。はい、いや嬉しいでしょう。いや、いつもねロッカーだとこう厳しい表情してる表情がほとんどなの で、ね、こうやって優勝してね笑顔を見られるのはいいですね。そうですね、うん、ちょっとこれだけの笑顔は久しぶりに見たような印象もあります、うん、ですね、はい、まあ、これだけのメンバーでの優勝戦で決めましたからね、まあ、あのインタビューでも言ってましたが、最近は終盤戦が課題と、うん、ね、確かに、スタート行っても、うん、その後、ね、伸びずに捕まってしまってというケースが多かったですからね、最近は、はい、そういった意味ではこの8周回このメンバーから逃げ切ったというのはまた、うん、
ちょっとね自信にもなるのかなという感じがあります、はい、まあこの後のビッグレースプレミアムに向けてもですね、はい、大きいかもしれないですね。いい初めになったかもしれないですね、はい、さあそれでは、はい、この後まあ写真撮影があるんですかね。はい、チェカデリーの方がね、いらっしゃってますからね、はい、その後ははい、はい、あ今ちょうどいいシーンだったんですが、ね上がりタイムが366優勝いたしました。青山修平選手は、はい、いい時計になりました。366出しましたね。まあ、同期だったと思うんですがね、今ハイタッチをしているようなシーンも、はい、選手が見えましたね。そうですか、はい、これからは、この掲示板の前での写真撮影です、はい、この写真がトレーディングカードになったりして ね、 ね、 しますね、配られることになるんですね、はい、もう船橋でおなじみですね。はい、そうですね、青山修平選手、見事な優勝となりました。これがですね、デビューからの一着の数が200勝目で、はい、優勝の回数も区切りの20回目ということで、ねまあ、勝利の数も優勝の数も、うん、ちょっとねこう区切りという感じにはなりました、はいね、まあ、時計も出ていますけれども、やっぱりこの結果が出たことが本人は嬉しいでしょうね、うんうん、でしょうね、はい、しかしレースを振り返りますと、この前と後ろがはっきり分かれた、分かれましたね、優勝戦だったなという印象があります。前、まあ、3社4社ぐらい、そうですね、後ろ4社ぐらいでしたからね、はい、それが何を意味するのかというところなんですが、青山修平選手、まあ、28の思想タイムは思想から他を圧倒して、はい、そのまま優勝戦もスタートを決めて逃げ切るという形になりました、はい、浦田選手もでも本当にその底力という面ではね、まあ、3着でしたけど、一旦離れたところがもう一度、はい、詰まってきましたからね、するシーンもありましたしね、写真撮影続いておりますが、先ほど行われました優勝戦を振り返りましょう、まあ、これは青山修平選手にとって大きなきっかけの優勝になればいいですね、はい、ですね、はい、走りも期待